フランソワーズ・ロゼーは、フランスの女優。本名フランソワーズ・バンディ・ドゥ・ナレシュ。パリに生まれた。父は伯爵、母は有名なコメディ俳優であった。不器用で不器用だからという母の反対に背き、パリのフランス国立高等演劇学校で演技を学び、卒業後舞台に立ち、オデオン座、オペラ座に出ていた。第一次世界大戦直前には、ルシアン・ギトリーの巡業団に加わり、 ロシアへも行った。1913年のファルスタッフで映画へのデビューを果たし、次第に名を挙げた。夫は1917年に出会った映画作家のジャック・フェデーである。彼女はその主要な作品に出演した。下の表に見るとおり、多くの名監督の多くの種類の映画に出演した。叙情的ドラマから大道芸的喜劇までをこなし、大粒の涙を流し、 顎が外れるほどに笑った。鍛え上げられた演技力による堂々たる風格を持っている。第二次世界大戦時には、一家はドイツ軍に占領されたパリからスイスのリブド・プランガンに難を避け、彼女はジュネーブの国立音楽芸術学校で演劇を教えた。オットフェデーはその地で1948年に没した。三人の息子、マルク、ポール、 ベルナールと共にもに服した後、彼女は国際的な活動を再開した。英語とドイツ語とが自在であった。1974年、パリの南、オルリー空港のすぐ東、モンジュロンに没し,した。82歳であった。100までは行きたくないわ。お品がないものと言い残したという。フランスのウールイコールエイコールロワール県、ソレルムーセルの墓地に、オットフェデート眠っている。 大聖堂で有名なシャルトルの北北西の町である表の1でありがとうございます。